こんにちは。大名パンダのすみでございます。大名パンダ佐野でございます。佐野さん、はい、知ってますよね。何をですか？グレーデニム最強説。最強説、はい、初耳でございます。あ、初耳でした。初耳ですね。あー、それはいけない。いけない。パンダチームとして、はい、グレーデニム最強説を知らないなんて危険です。危険。これは、はい、もう僕の独自の理論かもしれませんけども。あー、なるほど。男性陣ね、デニムはもちろんいっぱい、ね、好きで履いてる方いっぱいいらっしゃいますよね。そうですね、はい。でデニムと言ってもむちゃくちゃ幅広くあるじゃないですか。めっちゃいますね。ブランドもそうだし、はい、色もいろいろ加工も含めて、はい、いろいろある中で、うん、特にパンナではグレーデニムが、デニムで言うと一番いいんじゃないっていう。雰囲気が、はい、はいはいはい。でもう毎シーズン欠かさず、オーダーしてるぐらい、気になる、推しワードとしてはもう、このグレーデニムというのが、ありますと。ほうほう、はい。で、グレーデニムといっても、じゃあ何がそんなにいいんですかと。確かに、持ってない方もちょっといっぱいいらっしゃると思うので、はい、僕の中ではですよ、はい、グレーデニムはまず一つ、推しポイントいろいろある中では言うと品があります。品がある。はい、デニムといえば分かりやすくイメージシンプルに考えると、いわゆるブルー系のデニムですね。そうですね。薄いもの、濃いものといろいろカラーはありますと。はい。で、その中でやっぱグレーデニムってなんかこう、カジュアルなんですよ、デニムってもちろん。で、はい、カジュアルなパンツなんだけど、ちょっとこう格上げされるっていうか、なんかこうやっぱ落ち着きがあって品があって高級感もあって、なんか大人が履くデニムとしてはなんかすごく、なんかそのどの時期に履いてもなんかすごくこう僕としては使い勝手よく、働く一本として押し続けてるっていうところがあります。なるほど、はい。で、今シーズン、はい、こう来るべきこの2020年秋冬シーズンの推しのグレーデニムがこちらの PT トリノのグレーウォッシュのデニムでございます。こちらの PT トリノのグレーデニムなんですけども、はい、PT では本当にいろんなコレクションがある中でも特にデニムが僕としてはすごいお気に入りのブランドで、よくやってます。はい、で、このまずね、この画面越しでもきっと伝わってるかなと思うんですけど、色合いの良さ、色いいですね。めちゃくちゃ良くてですね、ちょっとシンプルに言うと洗いがかかったこのグレーカラー、になります。はい。で、なんて言うんでしょうね、激しいダメージ加工とかももちろんあるわけでもなくて、やはりこう、色を落としたグレーカラーなんですけども、いわゆるこの太もも部分とかの白落ち感というか、はいはい、その辺もどっちかというと控えめですよね。だから、すごく大人見えする、どちらかというと加工はもちろん色落ち感とかはあるんですけども、そんな激しいものとかじゃなくて、すごくこう落ち着いた大人見えする本当にグレーが綺麗に出る発色の良さっていうのが、このデニムでは素晴らしくいいかなと思います。そうですね、はい。で、モデルになりますけども、これはインディーですね。インディー、はい。もうこれはパンダでも、もうデニムのモデルでは一番好きなモデルで、一番多くやってます。で、特徴としましては、ベースとしては基本的には、綺麗な形のちょっとスリムテーパードの、形になります。はい。で、どちらかというと王道な PT のモデルの中ではデニムではスイングっていうモデルもあるんですよね。はいはい。でスイングというのはもう少し全体的にタイト、太ももから裾にかけてギュッと細いのがスイングで、インディに関しては、はい、そのタイト感っていうのを少しこう弱めたというかですね、太ももとかがこう無理にピタッと張り付く感じではなくて、はいはい、それを優しくテーパードにした感じ。でも膝下から下に関しては割とギュッと絞ってあるので、履くと綺麗な形は出るんだけども、もう無理なこうフィッティングではなくなったっていうのがこのインディのモデルじゃないかなと思いますと。はい、はい。であとはパッと見での特徴で言いますと、このやっぱポケットがこの斜めのポケットですね、スラントポケットタイプになりますので、はい、いわゆるデニムといえばパイポケットですよね、よりは斜めポケットになってますので、もう少しこうポケットの見え方に関してもちょっと綺麗な
印象になりますですね、はい、でバックポケットに関してもこういう感じだから後ろから見ると普通のファイポケットと同じようなパターンですよね、はいはい、になりますけども、前から見ると実はポケットは斜めポケットみたいな、まあ、パターンで言うとドレスのカジュアルも結局デニムを使うんですよ、はい、要はめちゃくちゃドカジュアルな格好にも、このデニムは合うしちょっとジャケットですねとか合わせた綺麗な格好した時でもこの、ポケット仕様だとすごく相性がいいよねっていうところで、なんかよくパンダに合ってるデニムの形じゃないかなと思います。でまあ細かいところを見ていくと、はい、このフロント部分はこれファスナーですね。これジップ仕様のデータになります、ね、ジップ仕様、はい、なんかヤコブとかだとこのここがボタンですよね。ああですね、ついててでこれはもうね好き嫌いは分かります。確かにあのボタンの方が高級感があっていいっていうお声と、はいはい、やっぱジップの方が楽じゃんっていう、お声が多くて、まあ僕の肌感覚的には、はい、まあやっぱジップの方がいいですと、まあ楽ですね、言ってもらう声が多いので、まあまあその点はやっぱこういううちの方がまあ人気はあるんじゃないかなと思います。で、やっぱ生地も本当に良くて、で、生地がめちゃくちゃストレッチも効いてて柔らかい。うん、もうこういう洗いのかかったデニムでもちろん柔ら、元々の肌当たりも柔らかいし、伸縮性もあるストレッチが効いてる生地っていうのも、やっぱこの辺はイタリアのデニムらしく、あの形は綺麗なんだけど履き心地は本当にもう最高ですよねっていう、もうデニムの愛完成版みたいな僕はものだと思います。はい。はい、というところで、まあ、履いた雰囲気も見てもらおうかなと思うんですけども、はい、まず今日はこの感じシンプルにいくと、もうこれはヘルノの、ポケット付きの、スウェットを合わせた、まあもう、ある意味もう何も考えてませんぐらいの、もう超ドシンプル休日スタイルじゃないかなと思いますと。はい、でやっぱ履いて思いますけど、形めちゃくちゃいいと思います。いいですね。すごく綺麗だし、はい、本当にこのももの、まあ、なんていうか、タイト感みたいなところも、見た目すごい綺麗なんですけど、履いてる本人からしたらすごくストレスなく履けてる感じです、ね。で、この辺のラインが、このモデルのインディのいいとこです。で、丈感に関しては、僕は168センチで、今、サイズ29を履いてるんですけども、ちょっと今一折りぐらいでちょうどいいかなってぐらいです。他のモデルに比べるとこのインディは少しだけまた車設定も短めになってるのでですね、まあ、身長高いだったらノーカットでいける人もいますけども、うん、まあ、僕だったらやっぱちょっと切りたいかなってぐらいですね、この感じは。はいはいはい、はい、この辺がまあある意味もうどんな上のトップスアウターとかのバランスにももう本当にマッチする、うん、もうザ大人スタンダードのデニムの形かなと思います。で佐野さん、はい、もう形がいいのは分かりました。おお、まあまあまあ、はい、最初に言った説忘れてません？グレーデニム最強説よくできましたそうなんですもうグレーデニム最強説イコール使えるよねっていう説なので、おお、はいはい、まあまあ形がいいのは分かりましたっていうところで、はい、まあまあ、いかにグレーデニムが使えるかというかっていうところをちょっと何パターンかスタイリング編でご紹介していこうと思います。はいはい、はい、違いました。まあまあグレーデニムはねやっぱ品があるっていうところで大人っぽいぞっていうところをさっきご説明したと思うんですけど、はいはいはい、まあまあそのじゃあ、ド直球でやっぱジャケットでしょっていうところで、はい、グレーデニムにテーラードジャケット編ですね。いやいい。でこれまあ、もうグレーにも本当いろいろ合わせ聞くんですけど、はい、これ今上に着てるのがですねタリアトーレのこれもう届いたばかりなんですけども、ブラックヘリンボーンのジャージー生地のジャケット、おこれもちょっとまた別の動画でご紹介する気満々なんですけども、はい、黒にこのグレーの合わせめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。いやもう大人っぽい、はい、これで、ね、なんかブルーデニムとか行くってよりはなんか僕としたらこのブルーデニム行くよりかはグレー合わせる方がすごくなんかしっくり感があって、確かにやっぱなんかちょっとこう大人見えしますよね。ですね、まあ、インナーとかこれ別にもうさっきのスウェットままなんですけども、まあなんかインナーカジュアルでグレーデニムと合わせてもいいし、グレーかけるこのブラック合わせめちゃくちゃいいと思います。はい、はい、そしてもうワンパターンご紹介しますけども、はい、まあ、先ほどは黒のジャケットっていうところで、はい、まあ、黒グレー合わせしましたね。ですね、黒が合わせるならやっぱブラウンも合わせなきゃだしっていうところで、これはもうさっき述べたばっかですね、マッキントッシュハンビー、名作ゆったりこうオーバーサイズミニのコートの新生地で、これ、コーデュロイのこのタンカーラーってちょっとこうこなれたブラウン系カラーなんですよね。はい、このちょっとコート系合わせた時のこのグレー、
このコートも後日またご紹介するんです、っていうところで、このグレーにブラウン系のね、この合わせもこなれててかっこいいよね。めちゃくちゃいいっすね、その色合わせ。コートのスタイリングとかも個人的にいいし、まあ、このブラウンとグレーの合わせ、まあ、ある意味こう鉄板同士のね、カラーですけども、やっぱりアウトっていうところで、やっぱりもう抜群のこの、グレーデニムの使い勝手の良さがやっぱ引き立つなっていうところだと思います。はい、っていうところで、まあスタイリングを見ていただいて、はい、まあ、少しはグレーデニム使えるじゃんっていうのが伝わったのならば幸いでございますと。めちゃくちゃ伝わりました。ありがとうございます簡単なやつでしたがはい、まあ、というところで、この PT トレノのグレーウォッシュデニムですね。はい、本当にまあ、ちょっとなんかパンツ買いたいなっていうの一本にみたいな方には、すごく推しだと思います。うん、まだデニム生地もそんなに重たい生地じゃないので、もう実際オールシーズン履いてないって全く問題ない聞いたと思いますので。そうですね、まあ、シーズン問わずで活躍の一本としては激推しでございます。はい、はい、じゃあまた次の動画でもバンバンアップしていくようなので、次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。